どうも、大月水です。今日はですね、タレコミ動画をいただきました。タレコミ動画をくれたのは、おたけんさんですね。ありがとうございますと。でね、皆様のタレコミ動画も、お待ちしておりますと。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。でね、今回はね、まあ、2視点構成です。まずね、このターン X の方が、まあ、タレコミ動画をくれたんですけれども、まあね、相方くんの素晴らしい了解ですムーブをね、見ていきましょう。ここでマヒロがぶっ刺さって、まず記念すべき一発目の了解ですをいただきましたね。ありがたいですね。ほっこりしますね。こういう了解ですもらうと。しっかりと相方の誤射には反応して了解ですをくれる。まあ、ガンダムゲーマーとしての鏡ですね。素晴らしい。プラス50点。で、残り喋ってるうちに体力が3になってますね。で、魂の覚醒をして家覚醒していく。点数高すぎですが、了解です。決めていく。なぜか自分で家覚醒をして了解ですを飛ばしている。一体彼は何に了解したのか僕には全く分かんない。おっ、さらに了解ですの追い了解ですが来た。素晴らしい。優位が独尊すぎるぞ。で、この方はね、まあ普通に体力通信を送って、まあ、全力で戦ってますね。素晴らしい。うん、こんな了解 GIJ が相方でもしっかりと戦ってますね。頑張ってますね。うん、素晴らしいですね。で、ここで特写を当てて、で、覚醒で一気に追い詰めていきたいところだが、相方くんは一体何をしてるんだ。気づいたら190になっているが、了解ですを飛ばしてきてほしいところを了解がしてないぞ。なぜか、おっと、ここでまた下がらざるを得なくなって体力調整を始めてますね。面白いですね、この視点。で、ここでなんとかかんとか生き延びることに成功。相方にもう一応ちょい譲るしかないか、これは。地獄のような状況だ。で、ブラッジ指示を当てて、なんか190のまま減らないですね。てか、なんか画面に出てこないですね。どうしたんですかね。画面に一回も登場しないんですけど、どういうことでしょう。で、妖怪助かり、妖怪了解で、おっと、しかし食らってしまう。妖怪了解ですが、なぜかすごい距離ガン下がりしているのが気になりますか。まあ、次の視点はね、妖怪了解です視点なんでね、楽しみにしていってくださいとですね、すごい頑張ってますね。とんでもないほど頑張ってますね、ターン X で。なんとかエイジ3を落としていきたいところだが、覚醒もお互いにない状況か。おっとー、これブラッティシュージュ焚いて、お、最後だけ美味しいとこ取りしていく。わ、これには妖怪了解ですもん。にっこりと、いいですね。にっこりというシーンをいただきました。ありがて、ありがて。というわけでね、次の試合は、この妖怪了解です視点を見ていきましょう。まあ、どうやったらね、あんなに相方くんに了解ですを試合中送れるのか、気になるところですね。それでは早速、この、エイジ3くんをね、見ていきましょう。よろしくお願いしますと。いいですね。通信は返さない。最高ですね。お、ここでディレイ通信で相方の読み合いもしていく。最高ですね。で、ディレイ通信で読み合いをしていったところ、なんかペチッと当たって、おっと、ここでマヒロを当たって、了解です。いいですね。まず1了解です。マヒロを当たってブチ切れたんでしょうね。で、ここでなぜか自分で突っ込んでいって食らって、で、ブラスティアカノン盾されてるのになぜか反応せず、はい、瀕死です。というわけで、おっと、ここで、なんか BD が薄かって CS 当たって了解してますね。これコントですかね。で、覚醒して、おっと、突っ込んで死んで了解ですな。素晴らしいですね。理想的ガンダム勢ムーブかましてますね、この人。素晴らしい。優位が独尊。もう暴走族なんて目じゃない。俺、普通了解です。食らっていく。うわ、ブラスターキャノン。ブラスターキャノンにこだわりすぎじゃない、これさ。どうしたの。これなぜか棒立ちを決めて、食らっていく。棒立ちして了解ですしてく。なんだこのゴミみたいなムーブは。これはひどすぎる。なぜか捨て消して了解ですしている。何を考えてるのか全くもって常人には理解できないムーブ。そして神コンボしていく。そしてこれ謎の棒立ちでナメプをしてると思いきや、おっと、全く相方には弾を送らずにナメプまがいのことをしているのが気になりますが、どうしたんでしょうか。一体何を考えているのか理解できる人がいたらコメント欄にて教えてほしいレベルですね。この方の思考についていける方いますか。ガンダム勢でお願いします。情報を求む。というわけで、すごい勢いで、もうガンニムーブかましてますね。なんか捨てゲーもどきに見えるんですけれども、気のせいですかね。
棒立ち、なんか失神しそうなのかな、多分失神しそうなのを彼は必死に耐えてます。あ、やべ失神する、やべ失神するって自分のことを鼓舞しながら、多分彼は今戦ってるんじゃないでしょうか。僕はそう読みます。はい。多分今にも失神しそうなんでしょう、彼は。はい。多分彼は今にも失神しそうなので、その失神する気持ちを抑えてるんだと思います。ああ、このままじゃ失神してまう、このままじゃ失神してまうっつって言いながら多分頑張って戦ってますね。そう考えると何ともけなげじゃないでしょうか。これなんて、メインを当てて試合終了、最後はしっかりといいところをかっさらっていく、最高ですね。というわけで、いい試合でした。はい。Oh.